はい、音声の第2部です次は感情に振り回されないということをお伝えしようと思います多くの人が成功できない理由の多くは感情にあります私たちがロボットだとすれば感情に振り回されることなく冷静に毎日8時間10時間しっかりと仕事をすることができ成功することができますただ私たち人間なので感情に左右されてもしまうんですよ友達に嫌われたとか家族に怒られたとか、まあ、恋人に振られたとか こういった多くの要因があなたの感情を揺さぶってきてそのせいで行動ができなくなってしまうんですよね私たちがまずやるべきことっていうのはビジネスのスキルを身につけることではなく知識を手に入れることではなくセミナーに参加することでもなくこの感情とあなたの感情と向き合うことなのです、まあ、だるいな眠いな今日はさばろうかな疲れたなネガティブだなこういう感情とどうやって向き合っていくかやる気の話にもつながってくるんですが あの大切な人が亡くなったもう本当にね大切な人と別れてしまったそういう状態でルンルンとビジネスはでできなないわけなんですよこういう場合は別として普段かから感情についいててししっりりと理解し受け入れていく必要がありますビジネスで成功するための大きなスキルだと思って感情を見つめ感情をコントロールするトレーニングをしてやる気につなげる訓練をしてください感情を本当にコントロールしていかなければなりません 怒り悲しみという感情をコントロールするわけなんですよ。すべてはあなたの意思で感情をコントロールすることができるということなんです。感情にあなたの意思をコントロールされてはならないんですよ。これが非常に重要な点になってきます。はい、次ですね。実際に成果を出している人から学んでください。まあ、スポーツでも何でもそうなんですけども、実際に成功している人、自分が学びたい人から学ぶのが一番早いです。その人の真似をするところから始めてください。自分のオリジナルは後でいいです。 ところがすぐにほとんどの人は自分のオリジナルをやっちゃうんですよ。これはね、本当に失敗例です。とにかく失敗例です。どんなに収益性の高いビジネスを引き継いでも、自分のオリジナルがあのそこに出てきたときに、そのビジネスは失敗します。しっかり学んで、しっかりと行動する。真似をしていれば似たような結果になってきます。ある程度の成功はできるんです。そこからなんですよ。 そのためにはその人のマインドセット普段どういう生活をしているか何時に起きているか人生観いろいろ知る必要がありますしっかりとその人と付き合ってみてください話をよく聞いてみてください判断を真似てくださいセミナーにも参加してください実際に話してみるんですよそして何かプログラムをしているなら大いに参加してくださいその方がです、ね、成功していると思われた方が何かで成功するプログラムを持っているんだったらどんどんそこに投資してください参加するんですよそうでなければです、ね、その人のところに入っていけません 行動思すべて真似てしっかりと頭に叩き込んでくださいそしてやる気をコントロールして実践してみてください何度もトレーニング何度もトレーニングしてくださいはい実際に成果を出している人から学ぶということですあなたが欲しい収入があったらその収入以上をちゃんと出している人に学んでくださいだすぐに分かると思いますあなたの欲しい収入を作ってくれる人の存在のことはい次はですね邪魔を徹底的に排除するということです ビジネスにフォーカスするためには、邪魔を徹底的に排除していく必要があります。まあ、友達のやり取りとかですね、電話とか長風呂、食事時間、テレビの時間、私たちは24時間という時間をフルに活用するのが実は苦手なんですよ。睡眠時間もそうです。全てを削る、全てを排除することで時間が生まれます。その時間を使って思考したり行動したりできます。例えばテレビを1時間ぼーっと見ていると、本当にその時間は死んでいるも同然です。 6時間睡眠の人と9時間睡眠の人では3時間差が毎日生まれますビジネスで成功するためにはまずは徹底的にこの無駄の排除に取り組んでくださいテレビが必要ないと思うなら見ない YouTube を見る回数を制限する食事時間も決めるお風呂の時間も決めるこれを行動に移すにはやる気失敗を恐れないこれをしっかりと徹底していく必要があります一旦音声をここで止めます次は第3部でお会いしましょう